行います岡山哲郎君各閣僚の皆様には連日の審議にご苦労様でございます今日は片道ですので直接的にもうご質問をさせていただきます岸田総理ウクライナ情勢はなかなか収束の状況が見えなくて非常に懸念をしております爆撃もどん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 エスカレーションしているウクライナの国民は本当に厳しい状況になっていると思いますそんなさなか昨夜ロシアの外務省は 日本の大制裁を踏まえ平和、平和条約交渉を継続する意向はないと発表しました。先週、実は私、総理に、今の環境は平和条約交渉や領土交渉を継続するには環境にないと思うが、いかがでしょうかとお伺いしたら、総理はこれからについて何か申し上げられるような状況にはないと、ぼかされました、留保されました。ところがが残念ならら今度はロシア外務省から 平和条約交渉や領土交渉についてやらないとで、共同経済活動からの撤退ということも発表がありました、このことについて、日本国総理大臣として、今、どのようなご所見をお持ちなのか、まずはお答えいただきたいと思います。岸田内閣総理大臣 佐々木さん、まずはこれは申し上げているように、ロシアによる今回のウクライナ侵略、これは力による一方的な現状変更であり、国際秩序の根幹を揺るがすものであり、国際法違反であり、厳しく批判非難をするところですが、今、委員のご指摘、ロシアの対応ですが、あの今回の事態は、 全てロシアによるウクライナ侵略に起因して発生しているものであり、それを日ロ関係に転嫁しようとする、今般のロシアの対応、これは見極めて不当であり、断じて受け入れることができない、逆に日本国として強く抗議をするところであります。 え引き続き我が国としては、国際秩序の根幹を守り抜くため、国際社会と結束して、き毅然と行動していきたいと考えております福山哲郎君。抗議をするということは、えー、相手側のこの交渉中断ということについては、どのように今、お考岸田内閣総理大臣。 ロシア側が交渉を中断するということを表明した、この,この態度自体が今申し上げたように、今回の事態、ロシ,アこのロシアのこの侵略が起因しているのにもかかわらず、日露関係にこれを転嫁しようとする姿勢であると考えています。こここれれれは受け入れられないいよっててうしたことについて我が国の考え方をと 質問を聞かれたならば、今のように申し上げた上に、上で、我が国としてロシアの対応について、抗議をするということを申し上げさせていただかなければならないと考えております福山哲郎君、えっと。抗議をするということは、日本はまだ交渉を継続してほしいというメッセージに取られませんか岸田内閣総理大臣。 これも再三申し上げておりますが、北方領土問題を解決して、法要条約を締結するという基本的な我が国の立場は変わってはおりません。しかし、今回のロシアのウクライナ侵略によって、こうしたことについて、展望を申し上げることはできないということを申し上げてきまししししたたここうう日本のの対応はは全く変わってはおりませんしかしその上で今回ロシアがこうした。 まあ表明をしたことに対して、今申し上げたように考えておりますし、日本としては毅然と引き続き、ロシアに対して国際社会と協力しながら、この制裁、行動をしていかなければならないと考えております小山哲郎君。それでも21億円のロシアの経済協力、この予算からは外さないんですか、それからもう一点、いわゆるロシア経済分野協力担当大臣、 ここのの大臣の名称を変えることはしないんですか岸田内閣総理大臣。えー、このよ平成4年度予算に盛り込まれている21億円の予算、えー、ロシアに対するこの協力プランに関する予算、これについては、再三申し上げておりますように、この中身はこ、こうした協力に参加した、 日本企業を支えるための予算が含まれている等、こうした内容においても、また今後、このウクライナをめぐる情勢、これは極めて不透明であり、どう展開するかわからない、こうした中にあって、今、具体的にこの予算に対して修正するということは考えていないと申し上げております。そして担当大臣についても、こうした今後の状況の変化に応じて、 日本企業、このさまざまな協力に参加した日本企業について、どのように日本政府として今後、支援していくか、あるいはこのどのように支えていくのか、こうしたことも考えていかなければなりません。今の時点で、たちまちこの担当大臣についても、名称なり、それから役割、役職を、 変更することは考えていないと申し上げております福山哲郎君。日本との共同経済活動からの撤退と向こうが明確に言ってるんですよよくわからないんですね、今、そんなにまあ多少遠慮されてるのか、どうなるか、配慮されてるのかは分かりませんが、少なくとも相手が共同経済活動からの撤退と言ってるんだから、経済協力担当大臣はいらないはずです。 もう一点は、参加している企業がある、その方たちの予算だと言ってますが、今、外務省は在留ロシア、ロシア在留の法人には帰ってこいと言ってるんですよ。経済活動ができるわけないじゃないですか、帰ってこいと外務省指示してるんですよ。それでもこの予算をまだつけておくということですか、これ、国際社会に対して誤解を与えませんか。石田内閣総理大臣これも 何度か申し上げておりますが今この状況の中で、えー、このロシアとの間において、えー、新たな協力を行うということはあり得ないと思っております、えー、ただ今委員御指摘のように撤退というこの言葉がありましたが撤退等を行うにあたっても日本企業それぞれ、えー、この努力をしなければいけない 様々な損失等も予想されるわけでありますこうした日本企業に対して情報提供をはじめ様々な支援を行うこうした取り組みは政府としても 行っていいいかなななければならないと思いますこれらもすべて協力,協力プランの枠組みの中で参加した企業の行動に対する日本の支援でありますので、日本として今後、状況が不透明でありますので、今この段階で具体的にこの予算、 政府の修正することは考えておりませんが、さまざまな事態に政府として備えていくこと、これは考えていかなければならないと思っております福山哲郎君。野党から予算出し直せと言われるのが嫌なのは分かるんですが、国のメッセージです。逆に言うと、補正予算組むんだったら、補正のときに修正予算組めばいいわけですから、それは国のメッセージとして明確に言われれば、野党が何が何でも予算をこの景気の悪いときに、 先送りするよりかは、それはちゃんと正直に言っていただければ、私はこの21億円をはじめとして、ロシアに関する予算、減額すると言っても、野党側も国民も理解すると思いますよ。逆に今みたいな曖昧な答弁をしている方が、私は不信感を招くと思います。インド、カンボジア、訪問、ご苦労様でした。私はインドとの関係、大切だと思います。カンボジアも大事だと思いますが、率直に言って、少しびっくりしたのは、 イインドのの訪問ははウクライナを対象として行ったのででないです総理、インドの訪問は、両国の外交70周年を祝うことも含めて、規定路線の年次首脳会談の一環として行かれましたよね、間違いありませんね、予定をしていたもの、つまりずっと年初から予定をしていた日程に合わせて、インド訪問されたということですね岸田内閣総理大臣。 ご指摘のように、日本とインドは外交樹立70周年の年を迎えています。加えて、インドはクワッド・日米豪ン4か国のこの会議体の の一翼を担う大変重要な国でありますこうしたインドとのこの外交関係をさらに進めていく、そして首脳間の信頼関係をつくっていく、こうしたことは極めて重要であり、そういった点から、この訪問、二カ国訪問を考えてきた、こうしたことであります。併せてそのの状況の中でウクライナ あシにおいてロシアの侵略が発生している、力による現状変一方的な現状変更、これはヨーロッパのみならず、アジアを含め、世界全体において許してはならない、えー、暴挙であるということ、えー、こうしたあーこのー国際社会の考え方を共有する、こうした機会でもあると考え、今回訪問させていただいたことでということであります。 福山郎君そうなんですね年次首脳会談、予定していたものを行かれたんですよ。ご案内のように、インドはこのウクライナへの侵攻後もロシアへの経済制裁を行っていません。国連決議も棄権しています。インド軍は兵器の6、7割をロシアから調達をしています。米へのロシアからの金融政策に対して、インドは原油のロシアからの、えー、買い増しを検討しています。私は インドに行かれることを否定はしませんしかし残念ながら共同声明にロシアも明示がなかった、確かにロシアに行くことによって、中立化を国際社会にインドの中立化に向けて日本が努力をしてきたとあイ、インドが、いや、中立化に向けて努力をしてきたと、総理がインドに行くことによってと、そのことは分からなくはない、しかし、インドのポジションが明確に変わったとは、あの共同声明では思えない。 オーストラリアの首相とも、インドの首相は会談をリモートでやられて、全くロシアについて言及はありませんでした。つまり今、ルーティンの外交交渉、外交をやる時,代時期なのでしょうか。私は外交行かれること、インドで LNG の日本の民間企業が今、開発していることも知っています、カンボジア行くことも大事だと思います、中国との牽制も含めて。 しかし今、このウクライナの状況で、本当にルーティンのですね予定をしていたものに行きましたということが大事なんでしょうか、大事だと思うけど、本当にそれが、例えば今、ロシアに対して厳しい制裁を行っていないインドに行くことによって、国際社会はどういうふうに取るのか、そのことについて私は少し懸念をしますが、総理、いかがですか。石田内閣総理大臣。 まずあのルーティーンで訪問したのではないかという指摘ですが、えー、と日本の総理大臣はこの4年間、インドは訪問しておりませんでした、そ,そしてその中で、先ほど申し上げました、インドのインド太平洋の地域における重要性を考えた際に、 訪問を総理として訪問をする。これは大変重要なことであると認識をしております。またカンボジアにつきましても ASEAN の議長国を務めている中で、カンボジアの対応が大変注目を集めましたが、あの先般の国連総会におけるこの決議においてもカンボジアは。 えと決議の共同提案国として参加をするこうした決断をしてくれたまあこうした国でもあります、えー、このこうした国に対して働きかけを行うということこれは重要であると思っていますまあインドにつきましてもまあ中国とのこの関係を認識してロシアとの関係をまあ維持してきたまあこういった経緯を たどってきたわけではありますが、まあ、しかし、このインド太平洋地域に、こうした力による一方的な現状変更を、えー、変更の試みを起こさせてはならないということについては、一致することができた、えー、このインドのこのアジアにおける位置づけ、またロシアや中国との関係、こうしたことを考えたときに、そのインドに、 インド太平洋において力による一方的な現状変更は許さないということについて、 この思いを共有することができたということ、これは決して小さなことではないと認識をしております。ぜひ、こうしたアジアの複雑な政治状況の中で、このウクライナをめぐる情勢について、国際社会が一致結束することの大切さをしっかり訴えていくべく、日本としても外交を進めていきたいと考えております。 福山達郎君まあ私は今一つっきりしませんが次に行きますえ、ウクライナの避難民が1000万人を超えたと国連が発表していますそのうち国外の避難民は実に330万人え、ポーランドには200万人を超える避難民が行かれてポーランドが特別 ID を発行しています日本もいち早く避難民を受け入れることを表明いただいたことには敬意を表したいと思います重要なのは住宅雇用教育行政サービスが ウクライナの避難民にどう提供されるかということだというふうに思います現状70数人来られていますが身寄りのある方です身寄りのない避難民の受け入れが大きな課題だというふうに思いますやはり問題は渡航費です渡航費の公的支援の枠組みを何とか総理作れませんでしょうか例えば上限を決めて何人というふうな形で決めて今自治体は私の地元の京都市も キエフと50年の姉妹都市の関係があって、今、民間機関と市民が、えー、ウクライナの皆さん、キエフの皆さんを受け入れたいという声を上げて、全国が上がっています。えー、いろんなファンドレイジングで寄付をつなぐというやり方もあると思いますが、この渡航費を公的支援するということについて、えー、何らかのお考えはないか、また一方で医療保険の窓口負担や保険料も非常に大きな課題となります。もちろん教育は一番重要なんですけれども、 この医療保険や保険料の支払い、そして渡航費の公的支援の枠組み、こういったことを積極的にご検討いただけませんでしょうか。岸田内閣総理大臣、えー。ウクライナから第三国に避難された方々を、まあ、我が国として受け入れさせていただきたいと思っておりますが、まあ、委員ご指摘のように、日本国内に知人や親戚のおられる方、こういった方は、 まずしっかりと受け入れをさせていただきたいと思っておりますしそれ以外にも人道的な見地からさらなる受け入れ日本としても考えていきたいと思っておりますそして今渡航費をはじめ具体的な経費についてご提案がありましたこれにつきましてはあの受け入れ企業受け入れ自治体等ともよ,よく連携を取りながら具体的な この対応を考える中で、経費もしっかりと検討していかなければいけない、先般、官房長官の下で立ち上げたウクライナ避難民対策連絡調整会議において、ぜひご指摘の点も含めて、具体的な経費等についてもどうあるべきなのか、至急検討をし、そして実行していきたいと考えております。 山哲郎君前向きにあの発言いただいたので、大変ありがたく思いますで結果として、スキームができた後にですに、日本がウクライナの避難民を受け入れるためのスキーム、こういうことがあるんだよということを、ぜひ、日本のホームページ、官邸のホームページも結構です外務省でも結構ですので、今のところはまだ何も、ちょっと日本がどういうふうに受け入れていただけるのか、国際的には通じてないので、スキーム作っていただいたらですね、 と公費の支援も含めて、ですね具体的に日本から明確に発信を外務省なり官邸なりでしていただくようにお願いをしたいんですが、いかがでしょうか林外務大臣ただいま総理からご答弁があったとおりでございます、官房長官をヘッドとする体制も組んでまいりましたので、えせっかく作ったものがえ知らなかったので使えなかったということがないように、ですねしっかりと広報してまいりたいと考えております。委員長 福これはあの、勝利の課題ですので、一日も早くよろしくお願いいたしたいと思います。総理、例の年金生活者への臨時特別給付金5000円について、非常に批判が多いんですが、えー、給付金検討チームの作業がストップしたと聞いていますが、本当でしょうか岸田内閣総理大臣。 えとあのご質問は、えっと、年金生活者の方々に対するご支援の支援、こちらの方の話ですね、はいはいあ、作業チームというか、これについては、先般、えー、自民、公明の幹事長、政調会長から、えーお,申しあのえー、お申し入れをいただきました。 政府として、その申し入れを受け止めたわけでありますが、これについても、先般もお答えしておりますように、今の物価高騰の状況など、さまざまな観点に鑑みて、政府として、 さまざまな対策を考えていかなければならない、まあ、その中でご、あのお申し入れの点につきましても、えー、どのように、えー、取り扱うのか、検討していきたいと考えております福山君。野党の批判が大きい、国民からも批判が大きいことは総理は理解されているんでしょうか岸田内閣総理大臣。はい、あの世論調査等でさまざまな意見があるということは承知しております。 ただ、この問題は、今、コロナ禍の中で多くの方々が苦しんでおられる、それに対しまして、えーえー、と住民税非課税世帯に対する10万円の支援ですとか、子育て世帯に対する10万円の支援ですとか、あるいは学生に対する支援ですとか、さまざまな支援が行われていますが、その中で、 えと取り残されている方がいないだろうかという、まあ、問題意識に,もに基づく提案であると認識をしています。まあ、その点も、えーと、この経済の状況、生活の状況、まあ、全体を見る中で、必要なものがあるかどうか、必要なのかどうか、まあ、こういった点を政府としてもよく検討をしていきたいと考えております福山郎君。え選挙目当てとということで いいいさすが筋が悪いと私は思います現在、コロナで誇張金を受けている人が約600万人、小口の緊急融資を受けている人は314万人、協力金をもらえていない業種も多数あります、これだけガソリン代が上がり、円安で原材料が値上がりしている、物価も上がっている中で、あまねく国民に対して景気も含めて頑張ってくれというには、時限的に例えば3年間消費税を5%に減額するというのが、一番公平に皆さんの経済にはプラスになると思いますし、 さらに言えば、中小企業を過重に負担となっているインボイス,導入インボイス制度の導入も、2年、3年、延期をすることによって経済を動かしていく、まあ今日から万んを開けていますけれども、そういったことのほうが、私は5000ポッキリ配るよりかは、ずっと国民経済にはプラスだというふうに思いますが、総理、いかがですか岸田内閣総理大臣。まああのまあ消費税につきましては、従来から申し上げているように、政府としては、 社会保障の重大な、重要な財源であるからして、触ることは考えてはおりませんが、委員ご指摘のように、さまざまなこの、この政府としての対策、この物価高騰等、さまざまな状況の変化に合わせて、しっかり用意していく、こういった姿勢は重要であると思います。いずれにせよ、ご指摘のこの年金生活者に対する5000円の支給については、 今後の物価をはじめとするさまざまな状況の中で必要なのか、どう取り扱うのか、政府として検討していきたいと考えております福君財務大臣、トリガー条項を凍結解除するには、どのような手続きが必要で、どのように実現できるのか教えてください鈴木俊一、財務大臣。あのいまあ基本的には法律改正が必要でございます。 福山哲郎君基本的にはということは、改正必要ないこともあるということですか鈴木財務大臣。あの当分の間、税制で凍結されておりますので、それを単純にです、ね、そこを外すとかです、ねその法、法文をどういうふうに書くかというやり方はあると思いますが、あの基本的に税の法改正が必要であるということを申し上げたところであります。 福山を解除しても、重油、灯油は対応できませんが、そのときには例えば重油、投油について、どのように今、財務大臣、検討されているかどうか分かりませんが、どのようにお考えですか鈴木財務大臣あの。トリガー条項そのものは、もう先生ご存じの灯油でありますけれども、灯油、その重油ですね、えー、経由もあですね。 そういうものは対象になっておりませんので、まあ、家庭の話でありますけれども、それをどうするのかということも論点の一つなのかもしれません、ただ今やっております激変緩和措置、これではそうしたところが対象になっておりますので、まさにそれで当面ですね、と言っても年度内でありますけれども、しっかりやっていくということだと思います。 トリガー条項を凍結解除すると、どのぐらいの予算の手当を国、地方、しなければいけませんか。鈴木財務大臣すみません、先ほど私、経由と言いました、経由はトリガーの対象であるということでございます。えー、っと、そして先生のいあ予算ですか、まああの、いろいろトリガー条項を凍結を解除いたしますと、いろいろな課題がございます。従来から申し上げておりますのは 買い控え、あるいは急ぐといったような市場の混乱があること、もう一つやはり、私どもにとって大きいと考えておりますのは、国地方を合わせて仮に1年間行いますと、約1兆5700億円の減収が伴うということであります福山哲郎君、えっと。法律改正と1.5兆から6兆円の財源があるということは、もしトリガー条項を解除することになれば、総理、補正予算が必要ですね。 鈴木財務大臣あの。一般論として申し上げますと、歳入予算はですね、これはの政府に歳出権限を付与する歳出予算と異なりまして、えー、単に歳入の見積もりを示すものであります。しいましててその時々によって 上振れしたりです、ね、下振れしたりするということで、まあ、年度途中の税制改正によって税収が当初見積もりに比べて減少する見込みになったとしても、必ずしも直ちにこれを補正する必要はないということのと整理されております福山哲郎君。と,とは、当面時間がかかるのは法律だということだというふうに思います。これれ今3党で協議されていますが 少なくともです、ね、170円が今、下限の激変緩和措置、この間申し上げましたけど、これを155円ぐらいまで激変緩和で補助金でやられるんだったら、予算措置でできてすぐに国民生活に影響ありますので、トリガーだと法の改正、それから今の財源のこともやらなければいけないので、どちらがいいか分かりませんが、とにかくこの、えー、ガソリンの値段を僕は155円ぐらいまで下げるようなご努力を、結果として国民生活が助かればいいので、 よろしくご検討いただければと思います。え次にえ今日から電力需給逼迫警報が出ています。え大変あの厳しいと思います。え国交大臣え、住宅の省エネのエネルギー基準の義務付けについて法律が出るはずだったんですが、今回法案を提出しないと、提出すると回答していたというふうに思うんですが、なぜ法律が出ていないのか、国交大臣お答えください。斉藤哲夫国土交通大臣。 あの2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める住宅建築物における省エネ対策の強化を図ることは極めて重要な課題と考えております。このため、えー、昨年10月に閣議決定されたエネルギー基本計画等,等というのは、もう一つあの、地球温暖化対策でございますけれども。 建築物省エネ法を改正し、住宅等の省エネ基準への適合を義務化するということが政府方針として定められております。この改正法案の今国会への提出については、検討中という扱いとなっており、あの今後の国会日程等を踏まえ、限られた審議日程の中で、的確に対応してまいりたいと考えております福山、こ<ら>れからも提出がありうるということですか、この参議院選挙が入っているところで。 斉藤国交大臣、はい、先ほど申し上げましたように今検討中ということで今ああ準備をしているところでございます。委員長、福山閣下がかかっている理由は何ですか。斉藤国交大臣。 あの今、国土交通省でたくさんの法律、法案を準備しているところでございますが、この限られた国会の中で、できるだけ成立させるべく、今、準備を進めているところでございます福山哲郎君。全く答えになってません、住宅の省エネルギー性の表示も、実は今年の4月から実施されることになっているんですけれども、実施されていません、それから新築住宅への大陸要項導入施策もですね、 エネルギー基本計画では、まあ、2030年6割に新築住宅で高めるとされているんですが、これの検討状況もあんまり芳しくありません、これ2つ、斉藤大臣、どうされるんですか斉藤国交大臣。まず委員ご指摘の最初の点、あの住宅の光熱費表示についてでございますけれどもあの、有識者等で構成する検討会におきまして、 令和3年3月に高熱費表示に関する基本的な考え方を取り,まとめ取りまとめていただきました。その取りまとめの際の検討会において示された想定スケジュール上、制度の導入時期は令和4年度とされ,てされました。まあ、その後、令和3年8月における脱炭素社会に向けた住宅建築物の省エネ対策等の在り方検討会の取りまとめにおいて、省エネ性能表示の強化、 の必要性が指摘され、さらに今年2月1日に取りまとめられた社会資本整備審議会答申において、国が定めたルールに基づく表示の実効性の担保のため、勧告等の仕組みを導入し、省エネ性能表示制度を強化することが求められたところです。ここののため今後表示制度の強化におけるる具体的な運用を検討することとし 高熱費表示の位置づけ等についても、その中で検討する、強化するという方向の中で検討するということになったものでございます。それから2点目の、あの太陽光発電設備設置を6割ということにつきましては、これはあの今あー、この導入拡大に向けまして、経済産業省および環境省との連携による、絶置等に対する財政支援。 それから太陽光発電設備等を導入した認定低炭素建築物に対する住宅ローン減税における借入れ限度額の上乗せ措置の適用等の措置を講じていくこととしておりまして、この目標達成のために、実現に向けて、引き続き関係省庁と連携して取り組んでいきたいと思っております。 福山哲郎君法律は出てこない、表示は始まらない、太陽光導入政策もなんかはっきりしないので、こういうことをちゃんと政府がやらないと、今、電力逼迫してますけれども、やっぱり先先のことを考えたら、早くやらなきゃいけないと思いますので、斉藤大臣、どうですか、早くやってください。斉藤国交大臣、はい、あのこれれはあエネルギー基本計画等ででで定められたあもののございますので そのために今国会で法案を検討して今準備を一生懸命やっているところでございます。福山哲郎君、えっとコロナの第七波の懸念もあります。ウクライナ情勢はいつ状況変わるかわかりません。国民経済非常に厳しいです。総理、今回これが締めくくり質疑ですけれども、予算委員会等でですね、やはり集中審議をお願いしなきゃいけない案件が。 これからも多々出てくる可能性がありますぜひです、ね、予算委員会、総理、出てきていただいて、えー、与党にもです、ねえー、しっかりとお、まあ、予算委員会出るからということで、われわれこれからも集中審議を求めていきたいと思いますので、ぜひ前向きなご答弁をいただいて、質問を終わりたいと思います、よろしくお願いします岸田内閣総理大臣、はいあの。おっしゃるように。 新型コロナ対策、ウクライナ情勢、また物価高騰の状況など、国民生活、そして日本経済に関わる大きな課題が山積であります。政府としても、強い覚悟で対応していかなければならないと思います。国会においてもぜひ、このしっかりとしたご議論をお願いしたいと思いますし、そのために政府としましてもしっかり協力をさせていただきたいと思います。 終わります、えー、以上で福山哲郎君の質疑は終了いたしました。はいえー、次に 新君君の質疑を行います。